その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これだけできなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。待ちやがれ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。
まあいいだろう。刃は攻撃すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しよう。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいこと言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。おい、エレン、クリストの邪魔するんじゃねえぞ。はぁ、何言ってんだお前。チームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけど。お前らしいな。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。立体起動装置うまく使えてるみたいだね。
なんとかな。だがもっと上手くなってやる。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。せえな、お前にだけは負けねえ。そこまで、時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよなあ。いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。くそ、おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよう。はあ、本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。
ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ本音を。おいちゃん、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎、4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。ふっ、そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。感情に任せれば早死にする。やった。マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。
調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サーサー、お前独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。やれば十分巨人と戦えるぞ。
って教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とさせて奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。お前ら、よし、行くぞ。弱気だったら穴が開いちまったんだ。これ以上ここにとどまるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標壁外正面超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。行っちゃー！
外した。いや、超大型巨人が消えた。デレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。